大変なところ登っていきます。はい、武士が休んだと言われる兜岩や旅人を見守る観音様など、さまざまな史跡に感動していました。ね、珍しいでしょ。珍しいですね、これは。うん、はい、まあ、山の中だからね。ああ、兜とか木が2本と出てくる。そう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 。そうか、木が上に出てるから、これで兜が。はい、これで兜岩。兜岩ですね。うん、珍しいよね、これね。へえ。これ綺麗にこれ。江戸時代の本にも出てるんですよ。カブト岩。カブト岩。はい。写真撮ってください。すごいね。いいですよね。え、これ江戸時代からずっとこんな感じなんですね。ね、江戸時代の書物にもこれ書いてあります。はい。指定する野際軸ってね、戊辰戦争の時焼かれちゃったんですけど、それ書いてあるんですね。はい、明和って入ってるみたいですから確か、うん、1600年代です。1600年後半か、元禄先ほど8年の元禄8年の下の方ね、もうちょっと先の。これ500年ぐらいですか、樹齢500年って言われてます。500年、はい、約500年って言われてます。参加者は古道沿いの樹齢100年を超えるブナの木にも出会いました。昔あの、若い人だったりしたね。どこです。どこ？車から若い人だった。70超えてました。そんな若いのも。松川街道を抜けました。どうにか抜けて降りてきました。約12キロ歩きました。12キロ歩きましたか。歩きました。12キロ。お疲れ様です。どうでしたか、改めて参加してみて。楽しかったですか。はい、これは初めてですか。はい、どちらから今日はお越しになられますか。郡山から来られたんで、お越しになられたんですね。ありがとうございます。こう松川街道歴史感じましたか。そうですね、昔の人は偉い。その一言です。感心するのみです。感心しますね。素晴らしい、はい、いろんな意味で、はい、そう、いろんな意味で歩いたし、また石灯もすごかったですね。そうですね、はい、どうですか、森林浴また気持ちよかったですか。はいはい、最高です。で、あとほら、お昼にお弁当のほかにきゅうりとか出たでしょ。あ、そうでしたね。よかったです。トンジ本当に心配りが良かったですよね。玄米パン、はい、おやつで食べた。はい、おやつというか中間で。おやつで立つのは初めてです。いろんなところに行きましたけど。そうなんですね。どこでもあります。はい、おやつときゅうりとか出たのは初めて。まあ、かなりだけどね、いろいろ。また参加したいと思います。はい、はい、今後ともよろしくお願いいたします。郡山からお越しくださいまして、はい、ありがとうございました。はい、ないです。この、中海道をやってみてどうでしたか。はい、今年は天候を大変心配したんですけども、はい、皆さんの願いを天に通じて大変いい天気であること、それから何といっても、まだまだ開発しなきゃならない街道なんです。はい、私たち仲間はその中海道昔の道をどの辺通っていたのかと、まだまだその道の部分のところがあるんで、はい、その辺を毎年準備で5、6回、はい、我々草払い、刈り払いをしながら、はい、準備していると思います。で、今年は突然昨日決めたことなんですけども、はい、新しい道であるというのは確かな確信を持った道があったもんですから、そこを皆さんに今日は歩いていただきました。そうだったんですね。とってもいい道ですねっていう。だから今日の8キロ、10キロの中で9割方はその昔風の歴史街道を再現した街道。あ、そうだったんですね。130年ぶりぐらい、130年ぶりに自分の足で歩いたと、歩いたいうことになるかと思います。とても感動な、そんなことがあるんですね。
これからも私自身も、はい、やってて大変感動しましたそうですか、はい、やってる方には楽しいことが一番ですね、はい、これからもまたこのそうですね、これからも長く続けていきたいな、はいはい、道は踏んでもらうことによってできますので、一年でもそこ踏み固められないと開かないければもう道は廃れていくんで、はい、毎年何らかの形で歩くイベントに使っていきたいなというふうに思います。そうですね、これは写真撮ると価値があるじゃないですか